ちょっと一球初代のコールを。はい。なつか。なんだこれ。よーし。じゃあまず下からこうすくい上げる感じでこう。実際こうこうまっすぐだけどこの振り的にちょっとこう上げるイメージ打っています。はい。あ、全然見えない、全然見えない。ごめん。ちょっと今先すぎたわ。鬼先すぎた、兄先すぎた。上がりめっちゃ上がってるよ。上がった。あ、ドライブだ。ぶっちゃけると、このすくい上げだと、俺バットがこう遠く回っちゃうんですよ。うん、その関係でドライブになっちゃうんですよ。だから、飛ばすんだったらマジでこの上から叩く方が今まで飛んでるイメージあります。はいはいはい。これってどうなんですかね。重力的には上から下じゃないですか。だから上から下にこう振る方が多分強いと思うんですよ。うん、確かに。けど、この軌道、バットは立てたまま、手首立ったまま打つみたいなイメージね。じゃあこれもドライブしてるですよ。これはポール 100ちょいぐらいかな。110ちょいぐらい。いっちゃいました。超えた？超えちゃいました。やっぱこれマジでドライブしちゃうな。うん、ドライブしません。まあ軌道に入れば、うん、軌道に入ればいいけど入んないパターンが多いから、うん、ちょっと後悔する。よし、ほら、これなんですよね。これなんですよ。もうちょっとこの内からこう出すと思いますね。追い込めて、こうやって、こうやって、こうやって。うん。どうだ、入った。入った。あ、入った。これだったらいいね。今塗ったら素直な感じでいいけど、うん、あれが毎回続くわけじゃない。やられた。見づらいな。ちょっと苦労してる、苦労してる。いや、いけるぞ、見えてます、見えてます、大丈夫です。いくべく。どう？あ、いい。超えました。あれでも超えましたね。うん、まんま。120近くいってんじゃないか。うん、あ、じゃあ次は上から叩き。うん、上から行く。上から次、上から叩きで、はい、これが飛ぶか。こう椅子方ではなく、はいはいはい、はい、ちょっとかぶせ系で公式打ちみたいな。うん、行きます。めっちゃ公式打ち。今公式打ち、今のはまあこう打つからこそのまあこすりね、あるね。弱かった。難しいね。はい、軌道はめっちゃ綺麗ですけどね、こっちから見たら。はい、軌道とこのバックスピンだっけは多少ある。うん、擦ってないからドライバーしない。イエス。うわ、いい打球、いい打球、いい打球。伸びはどけない。今のはやばいですね。伸びますね。この方がすごいこう打感は感じる。うん、こうよりね、こうよりね。いや、いい打球だ。実戦向き、実戦向き、実戦向きっすね。おー、いやー、いい、今のいい。これっす、これっす、これっす。あー、いいね、今の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 、これが最高っすね。俺的にベストかなって感じ。うん、あれがホームラン打った時の感触に近い。やばい。ちょっと今、吸い上げてきたかな。うん、ポール際っすね。どう？ちょっとこうなって今。今ちょっとすくい上げ気味。すくい上げ。いや、今のは良かったっすね。上から届き、上から届き。上から届きの打球が
向こうに遠く行ってもそのままあの失速せずにこのバックスピンで行ってくれるみたいなイメージ。わー今の、今の、あ、これいいんじゃない。いや、いい、いいっすね、うん、今の伸びましたね。ライナーフェンチョク、あれの打球を言うのは結構ね、あれ欲しいっすね。いや、いい、どう、あ、フェンチョク、あ、いい、このライナーの粘着がいい、まあ、早いっすね、到達がやっぱり。そうそう、あの、失速してないから、うん、これでいくよ、このところで、すくい上げ、すくい上げ、あ、ちょっと待った、高さは全然、高さはある、どっちかっすね、この高さで放物線を描いてホームランを打ちたいのか、うん、でも失速するよ、早めに。で、上から叩いて、ライナーでゾーン、あの、巨人の清水みたいな感じ、あー、懐かしい、清水みたいな感じ、はい、になるのか、どっちかっす。俺的にはもう上から叩いてライナーでスコーンって方が俺は好きっすね。あ、うん、伸びてる伸びてる、そう、上から、あ、今下からね、下から下、あーあ、伸びるよ伸びた伸びるよ、上、うー、見送ったといった感じで、今のはちょっと上から意識、うん、で、ちょうどいい感じにボールが当たってバックスピンで、はいはいはい、シューッと失速せずに行ってくれました、うん、俺的にはそっちの方がいいんですよ。で、追い込みは結構ここからこうじゃないですか。そうですね、タイプでしょ、うん、なんで、まあどうなんだろうな、それ追い込みがどういう意識で打ってるかですよね。飛ばしたいのか何なのか、うんうんうん、だいたいみんなこうやりがちだけど、うん、俺もうなんか普通に言うから叩いた状態のこれが好きっすね、うん、ホームランだったらやっぱ力が伝わってる感はこっちから見てるとありますね。そうっすね。今回はこういった、実際ロンティーをしてこのすくい上げか上から叩くのかどっちの方がいいのかっていうのをちょっとこう見てもらって、うん、はい、感じてもらえたらと思います。はい、はい、本日の動画は以上になります。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではお願いします。お願いします。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。